はい、グッチョブエビワン、アイマオフィッシングチャンネル。はい、てなわけで、ちょっと、竿を折れながら釣り上がった後です。竿を折れながらも釣り上がった後でございます。なんか、わかんないキノコが生えてるんですけど、なんか食べ応えがありそうな。ショック。なんだろう。なんか、しめじ系なんだろうか。なんか変な嫌な味はしないな。なんだこれ、食べれるキノコなんですかね。でなんかしめじ系なんだろう。固定しめじとかじゃないよね。なんか見た感じなんかトドマツ系ですよね、多分これ。トドマツとこれはなんだ、タモノキかな。タモノキではないか。でもタモノキじゃないな。何の木だ。何の木ですか。この木何の木、気になるってやつだな。美味しいキノコがある。あれ今何の歌か分かんなくなっちゃった。これ。この木に関係してるのかな。何の木ですかね。これ多分トドマツだと思うんだよな。まあ詳しい方なんか教えていただけたら幸いでございます。なんだ、なんだろう。結構絵がしっかりしてる。あ、でもプルンプルンしてるな。プルンプルンしてるけど、これなんだろう。これもなんか詳しい方、まあ、教えていただけたら幸いです。ではでは。これもなんかこの辺の木だから、多分。トドマツかなんかだよね。ヒロタケ？ヒロタケ？なんだっけ？何ヒラタケだっけ？なんかあったな、なんかこんな色の。何ヒラタケだっけな。でもそれ白樺とかに入るやつだよな。違ったっけ？まあ何やともあれ、よろしくお願いいたします。ではでは。